いつもご視聴ありがとうございます。今回は長ネギを大量消費できる常備菜のご紹介です。長ネギ3本分用意します。お好みの本数で大丈夫です。5センチ長さに切っていきます。熱したフライパンにオリーブオイルを入れ焼き目をつけていきます。中火で蓋をして3分蒸し焼きにしていきます。3分経ったら裏返して再び蓋をして2分蒸し焼きにしていきます。蓋をして蒸し焼きにすることでネギのとろりとした食感が楽しめます。表面に香ばしく焼き色をつけると長ネギの香ばしい香りも楽しめます。合計5分蒸し焼きにし、ネギが柔らかくなって火が通ったら保存容器に取り出していきます。めんつゆ2倍濃縮大さじ2、ポン酢大さじ2を加え漬け込んでおきます。あったかいままでも美味しいですが、冷やして食べても美味しくいただけます。ぜひ長ネギが余ってしまった時に試してみてください。最後までご視聴ありがとうございました。